これなんですよ。これこれこれ。ねえ、目玉からやるやつやんないの？もうちょっと待ってください。ウォーミングアップね、今。いい音してんね、お兄ちゃん。やった方がいいかな？うん。プロになれるよ、君は。なかなかいい音してるよ。いい音してんね、お兄ちゃん。片手でめちゃくちゃいい音してんね、本当に。ですね。うん。ですね。本当に。え？いや、コースしか最近回ってないから。うん。こういうのやりたかったんですよ、試合の前に。そうでしょ。大田成さん、はーい。いいなぁ、こうやって慎吾にこう。慎吾にあれだな、練習をさ。練習の仕方っていうかさ、このうちの庭でどうやって練習するのかっていうのをさ。ああ、もういっぱい浮かんでますよ。いや、いいね、いいね、いいね。それが見たいんだよ。練習、もうこの、縦横無尽にちょっと練習して、それを見たい。いいなぁ。三択持ってこよう。こっから2時間出なくてもいい。うん。ずーっと入れます。ああ、いい音。気持ちいい。自画自賛だけど、ほんといい音だ。出たよ。いい音だな、ほんとに。いい音。ほんと、同業が思うんだから。ここで音が鳴る。これが、だからおじちゃんが、ゴルフがもっとわかると、いろんな質問をしながら、うん、そうだね。YouTube できる。そうだね。いい、マジでいい音すんな。マジでいい音するよ。惚れ惚れすんね、音が。これで一本 YouTube いけますもんね。いけるね。これだけで。もうなんかどんだけ依頼でやっかだろうな。左手でいきます。お、左手今度。これなんで片手でやんの？なんで？ジャンプさんにやれって言われたから。あ、そう。はあ。いろんな気づきがあるわけでしょ？これはありますね。右手、左手でやってるとかなり。これだけでゴルフ上手くなりますね。もう、本当だよね。これもだいぶ進化して、やっぱスイング変えてからは、うん、やっぱこう、すごく縦にこう、行くように使ったりとか、うん、前はやったことない片手打ちにしてますけどね。あ、前はどちらかっていうと、あ、こうしてたんです。おー、はい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 。あ、今もこうするんで。へぇー。なるほど。これはまあスイング変えるのにやってるから、へぇー。変えるためにもやってるんで。反力を縦方向に使うのと、そうですね、つなげるっていう動きなのかな？
昔より全然ハンドファーストを保ちながら的な、フェイスローテーションなくしながら、それでいて最初の頃やっぱり入り方が悪かったんで、ほうほうほう、やっぱダフリが多かったのをだいぶそれでやってもいい音、そうやってやっても音がいいよな、本当にできるようになってましたよね。これ視聴していただいてる人もわかるかな、この音の良さ。わかんないだろうな、本当に音がいい。まあ俺が後から打つわ。本当音がいいよな。まあ音はそうですね。一番大事っちゃ大事じゃないですか。まあショットって。なあ。いい音だね、本当に。この音って本当出ないんですよね。乾いてる。プロでも。うん。本当乾いてるよ、音が。何なんだろうか。まあ入りですね。な。シンク。安田ハローさんと深堀さんが俺の音フェチとしては好きだけど、あの二人の音、アイアンの、いい音だね。じゃあいきますか、モグラ戦。おう、ウォーミングアップ終了した。これなんだよね。これだよ、これ。こっから打てるか？俺、これがマジで神だと思ってんだね、信号の。僕はこれができてるから、まだやれてる。俺、一発も当たんないよ、それでやったら。すげえよな。でも、この、長さが、これだけ取れてますからね。ああ、ほんとだ、ほんとだ。30センチぐらいある。相当長く。なるほど、低く。これがすげえよな。これ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 。俺、これはほんと。これほんとプロゴルファーできる人見たことねえよ、これ。クバヤなんかできんのかな、これ。これを普通に打てるってすごくない？これ。まあだから試合中にアプローチビビんないんですよね、僕ね。ねえ。これの方が嫌ですからね。うん。プラポールとかのあの、ペタペタウェッジ使ってやっとできるかどうかっていう感じだろうけど、普通にバンスがあるウェッジでやっていくからね。僕もシステムがよくわかんないです。なんで潜らしてんのにあんな綺麗に入るのかっていう。いや、そうなんだ。俺もシステムがよくわかってないんだよ。ねえ。うん。トップでもないし。うん。ねえ、何なんですかね。ねえ、何なんだろうね。これが普通なんだ。いや、だけど、今、ダフっててもいい音してんね。ああ。これ、おぎちょっとアップで、こう取ってボール。ライを。うん。めっちゃ、ここも一回ズームして、これが普通のライでしょ？多分この辺から見る。うん。こう。これがカメラマンやろうか。これを、埋まったらわかる？はい。わかる？で、これに、そのままズームしといて。うわ。
これ今のちょっとスローで見せてみて。これどうやって入ってんのかな。最初からスローで撮ってみない？そうですね。うん。そう、ここで、俺の今のアングルで。うん。あ、もうちょい低いカメラ位置から行った方がいいと思う。手持ちで。うん。真横から行った。うん。まあ、正面というかね。これ。低いところからする。これが普通のライでしょ、うん、普通のライね。ね。これが練習するライ。もうそのライからな。いい音。いい音。ものすごいハンドファーストに当たるのかな。ねえ、それ見たかったんだ俺も。いや、なるほど。うん、スローなってない。スローで、スローで撮ってみる。スローで。スローっていう、あれがあるよ、モード。ん？スローモードが、あ、スローになってんの？はい。あれ？マーベラス。いや、それが、マジで俺がそれわかんないのよ。どういう仕組みなのか。ああ。ややこう、かぶし。上に当たってんのかな？上じゃない。でも少しやっぱハンドファースト。ハンドファーストですね。ロフトちょっと立ってますよね。なるほど。こういうインパクトか。オッケーも目に焼き付けた。焼き付けた、焼き付けた。いや。うん。ああ。じゃあ俺はなんで打てないのかっていうの。ちょっとやってみよう。いやでも、ほとんどの人がハンドファーストにアプローチ打てないから、うんうんうん、もう特にアマチュアの人は打てないじゃないですか。うんうんうん。上げたくなるから。うん。まあまあ、それが一番の理由だと。多分、こっちに打ったらもっとなんのかな。こう出るんですか？それ何？これ重い方。あ、重り？うん。一発目でいきなりどんなんですか？それいいの？重りのこと言っちゃっていいの？はい。あ、やばい、ファンドハースになる。なったね。だからアマチュアの人いいんですよ。これ、上げたくなんないから。こう、こうやってやんないから。重たいから、こう行きたがるんです。うん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 。あ、手を動かすから、ね。手を動かしたくなる。なるほど、なるほど。あ、うわ、ハンドファースト。ほんとだ。めっちゃハンドファースト。見えないか。おー。おー、ハンドファースト。だから綺麗に入る。俺、これはもう、紙連だと思うんだよ、俺。これが一番ゴルフ上手くなります、ね。俺これプロゴルファーでできる人いるのか聞きたい。クボヤできっかもな、うん。でもこれ全部のスイングの要素が詰まってるから。うん。でも、あそこまでこう、ターフは長くまっすぐはないな、クボヤの場合は。打てそうだけど。あ、これはすごいよ、これ。この凄さ、アマチュアの人たちわかるかな？これはわかんないっしょうね。プロはわかると思うんですよ。うん。
まあでもわかるわな。目玉にしてカツンって普通に打ててんだから。それ。これが普通に打ててんだよ、これ。ちょっと本当にびっくりなんだよね、これは。原理がわかんないんだよ。いや、僕も原理はわかんないですけど、やれって言われてずっとやってるだけなんで。でも、ジャンマさんは結構発射台に乗っけて言ってっけどね。まあ、ジャンマさんバンスきついからね。ああ、でもジャンマさんにこれやれって言われたんです。あ、沈めて？そうですよ。あ、沈めて？はい。あ、ほんと？じゃあ沈めるバージョンもあんだ、ジャンマさんの。あ、そうなんだ。やってない。あ、沈めてんだ、ジャンマさん。あ、そうなの。ああ。でも、ジャンマさんのごっついバンスでそれやったら相当難しいじゃない。ねえ。っていうかもう俺もほんとそれやろう。あれの時とかいいですよね。うん。ちょっとショートアイアンでアゲンストの時とか。こう、上行きたくない時とかはこれイメージです。はい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 。100ヤードぐらいでも。ちょっと低めで、ワンバウンド、だから僕らで言うとワンバウンド目だけ前にピョンって行かして、はいはいはい、ツツッと止めたいなとか。なるほど。っていう時はこういうのちょっとイメージですね、僕は。なるほど。これすごいんだよ。いやーこれほんとすごいよこれ。片山慎吾すごいと思うけどこれが一番すごいと思う俺。いやこれだから持ってるんですよ。これあれだな。これが多分相当進化したと思うんですよね。前より。俺の中ではこれ神回なんだけど。これを一回やりたかったのよ。ほらいやっともだよ。やっとも。ありがとうございます。体力使いますからね、これしかも。ああ。めちゃくちゃ。貴重な練習シーンありがとうございました。いやいや、まだやりますよ。全然、こんな素敵な練習場いっぱいあったら。今の、わざとかっていう。いや、わざとじゃないですよ。できないんですよ、これ。まだいいライだからね。いいライでこれだから。でも、このボールもいい音すんね。黒？うん。あ、意外にいいですか？うん。ちょっと今のはまあまあうまい。音からして。もうボールもまたね。もうちょっと、あ、いいです。もうこんな。でも大体完璧だ。もうなっちゃうじゃん。ちょっとでも。まあ1ミリだったらダメです、ね。1ミリ沈めたらもうダメだよ。うん。だから、なんでって話ね。なんだよ、俺は。これは何この。あ、これ鏡になってるね。はい。ダメだな、ちょっと動くわ。動きすぎるよな。動きすぎる。こんな緩いやろ。全くローテーションを使わない的な練習なの。
そうそうですね。今ののちょっとショットっぽく。ちょっとこう、股関節の動きだけ。股関節。股関節だけ。縦の動きですね。そうですね。もう今回転っていうのがなくなりましたよね。ゴルフ。腰を回転させるってもう向こうのレッスンプロ誰も言わないんだ、うん、上下だって。切り、こういう意味。はい、それだけ。まあ、先輩いっぱい今習ってきてるから、言われないですか、そうやって。あの、ドラコンの子とか。まあ、そうだね。みんな、そういう教え方ですよね。そうだね。ドラコンのもね。はい。あと縦方向のバーチカルが増える。そうです。僕はそれがやっぱ弱いんで、横方向ばっかりじゃない。トルクね。トルク。あ、よ、あ、横か。横は僕。ホリゾンタル。これやっぱ強いんで。ああ、強くて。下。それの準備させるためにも、ここでこう、こっちは伸ばしておいて、下げて、つま先を両方上げましょう。かかとを両方上げましょう。かかとを両方上げるにはどうしたらいいんですかっていう。両方だ。インパクトで、こうしたいわけです。あ、インパクト。あ、そうするんですか。こう、これだと押し付けてる、全部が下に力が入れる。これをするためにはバックスイングどうしたらいいんですかっていう。つま先って、ああ、全部下に行くね。ここに集まる。ここに集まるにはこれなの。確かにすごい今、俺苦手な、この、ジューンって先の、取れた。ああ。これをするためにバックスイングしますっていう。今のコーチ。多分アメリカもちょっと進んでると思う。あ、フォローが埋まる。違いますよね。この準備のためのバックスイングだっていう。それには、やっぱり、こういうでやって、シーズンで、バンっていう、これです。ドラコン選手みんなその動きだけど、そのつま先インパクトっての感じでした。ああ、そうです。僕もそれ先週言われたんです。俺、つま先に体重がかかりすぎるって言ったのに、いいんだね。つま先に体重かかると、あ、浮かなきゃだって。こう、あっかとか。ピュッと。はい。そこ、力がかかるんです。そうそう、今ピュッて。はい。ピュッてやったら、じゃあつま先に、そっか。ああ、なるほどね。はい。つま先にかかりっぱなしじゃない。ダメですね。ポンって。バックスイングがかかとに行くから、回ったら、うん。で、下がってきて左に、まあまあ、左下に行って、それが、なるほど、ジャンプする。ああ、そうそうそう。うん、楽しい練習だしかない。いや、僕もですよ。まさか。付きっきりで教わりながら練習できる。なんと。これを千葉でやれっつっても暑くて無理です。なるほど。もうちょっといいですって言っちゃうんですよ。
俺すげえアプローチ良くなるかもわかんない。あ、逆にこれで、うん、相当なかった今までアプローチこれだなっての。ああ気がついちゃったな。今ダフトのヘッドが抜けるんだ。多分ね、このアマチュアの人によくアプローチ下手の人にこうやっとけって言うじゃないですか。うん、多分それも、うん、確かにこうやって、うん、やったら何すんのって言ったら、こうやって打った方が楽じゃないですか。まあね。で、これを、インパクトの時、ポンってこうやって、やったら結構簡単にいきません？それを使ってんだと思うんですよね。いや、しゃべりだね。こうやって。でも、その時はこうやってやれてたけど、今はこれをこうやって使うんですよ。なるほど、ね。インパクト。そのまま。かかと上げちゃうんですよ。インパクトの瞬間に、左のかかとをポンって上げたら多分戻るんです。今は。ちっちゃい子こうやって打ってたもん、ね。いや打ってた。それをなんか跳ねちゃダメとか言われて。そうそうそう。こうやって沈めみたいな。はい。余計ダメだよ。多分こうやってって、こうやってやった方が絶対簡単なんですよ。いい合宿ですよ。始まって1時間やってんのは15ヤードぐらいしかやらないっていうね。普通アマチュアの人だったらみんなドライバー打ってますね。バカ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 、ね、バカバカ打ってる、ね、ドライバー打たない、いらない。もうこれ見てる YouTuber の人たちはもう早速練習場行ってこの15ヤードやるんじゃないか、うん、これでも分かってやらないと ね、 なるほどね。俺もこれあれだわ、これで。だから僕はこれで、冬に、人を集めて、うんうん、まあ8人とか10人とか集めて、やろうと思ってる。こういうのを教えてあげようと。やり方がわかんないじゃないですか。うん、押せる押せる。ああ、そうです。長く。はい。感覚としてね。そうですね。押しは、えらいできますよね。こっちはすっごいどこ行ってももう何にも言われないけど、うん、
状態の使い方。やっぱり、まだここの使い方だけ。これ一番得意になったのは安楽さんなんですよ。この下と上、5号で、こうやるんですよ。はい、上げる分、下に5を踏めば、上に5行くんだっていうので、すぐヘッドスピードが1上がって、はい、で、一世、ドラゴンの一世君に、ここヒールアップしてるんですよ、ここ。で、こうやったら、もうその安楽さんが言ってるのが、また倍増して、ヘッドスピードの形で、簡単に、これもう一世のレッスンで、一発で50いったから、ヘッドスピード。だから、これを、これで15やると。で、それで見て、今はそういうの来てると、今、誰だっけ、フーマの人の名前なんだっけ、若い子、アメリカの。ちっちゃい、オレンジとかのやつ。豊か、入ってる。ああ、リッキー・ファウラー。リッキー・ファウラー、コーチを変えたんです。今年の5月ぐらい。今やってる練習方法を、構え、アプローチ全部ですよ。構えるじゃないですか。構えたら左足上げて、こうやって。え、ちょっと今のわかんない。左足まず構えて、上げて、ああ、こうやって。一緒なんです、はい、結局。これは、まあ、きっかけ、きっかけ。うんうんうん、ここはないにしても、まあ、結局一緒ですよ。あ、まあそうだ。はい。あ、そうだ。一緒です。それを今、リッキー・ファウラーやってます。やっぱね。今もうみんな一緒なんですよ。俺の専修大学の同級生。はい。こうやってあげるやつがいて、バカにしたんだけどさ。竹沢慎一っていう。トレビノとかそうですか、こうやって。トレビノこうやってやって。やっていくじゃん。ホーガンもそうですね。ホーガンもこうやってて。あ、もうホーガンはそうだね。こうですよね。松山秀樹にああいう動きが入ったら世界一になる。あ、ちょっと静かな感じ。秀樹に相談されたときに、古い選手の見た方がいいよって言ったんですよね。で、そのことを言った。いや、それ言わないです。なんかこう悩みをバーってこの間、一昨年ぐらい言われたときに、いや、古い選手をとりあえず見た方がいい。あ、そう。でもそれ言ったらまた。でもこれは僕分かったら最近なんで。あ、なるほど。この当時はもう秀樹にアドバイスだったら、聞かれたから、いや、もう何せ古い選手いっぱい見た方がいいよ。重くて上がんないクラブをさばいてる選手をいっぱい見た方がいいよ。でも今慎吾はさばかない練習してるけど、もうさばく下半身の使い方。下半身は、そうですね。理にかなってる。っていうこと。はい。だから僕も練習、ドライバーもそうですけど、こうやってやって、よくやってます、今。こうやって。こういう練習よく。踏んで。ね、はい。踏んだ方がやっぱ分かりやすいね。じゃあこれちょっと普通にスローでスイング取って、はい、正面。
こんな綺麗に打てねえかんね、普通。本当にあんな沈んだらいから。でも、ダスティン・ジョンソンとかドライバーでこれできてますからね。インパクトこれなんだ。ちょうどこのくらいハンドパーツ。なるほどね。ちょっとやってみよう。これは、おぎちゃん俺に。はい、インスタゲーム。あ、そうか。電池大丈夫それ。そうです。大丈夫。おやおやおやだよ、もう。いや、これほんとできないんですよ。もう、これほんと。下手だけどね。初期は下手な、これは下手なプロなんだ。音が悪い。ねじれとる。おお、最高。ね、今良かった。近いけど、ターフが短い。ああ。ちょっと待って。ああ、曇ってきた最高そうですね。ああ。いいね。やっぱ今。この出がいいね。今いいね。この出が角度がすごいです。はい。今やっぱつま先で踏んだら、はい。少しフォローで押せた。この角度と出が全然いいです。短くない。ね。やっぱ、つま先で。まあまあまあ。まあまあ、ちょっと。そしたら。あ、ちょっと今、付け足してるけどな。俺なんか見苦しいから。いや、いい練習場だ。俺らやっぱどうしても、打ちに行くとカットになっちゃうもんね。あ、カット機能になってるもんね。そうっすね。それじゃあ誰だってできるよな。やっぱ上から、なんだろう、ぶつけたくなりますからね、当然。そうそうそう。慎吾の場合、まっすぐターフ出てるもんな。長い、ターフがもう。まっすぐタフは、やっぱり乗るね。乗ってる音、ね、乗ってる音してるもんな。今のなんか、やっぱり。ビタイチもカットに入ってないから。うわ。これなんですよね。これがね、こんなちっちゃいことにいっぱい詰まってんですよね。うん。おい。素敵だわこれ。いやでも久々にこういう練習できて嬉しい。こっちのバンカーほとんど飾りで使ってなかったけど、こういう練習しなきゃダメってことやな。あ、これはだって十分じゃないですか。球も拾いやすいし。ね。僕がやるならこれがいいな。ここは。いやいやいや。ここしかいらないぐらい。これは奥の遠いバンカーばっかやってたけど。
ね。おかげさまで。おかげさま。これだといいですよ。やっぱり同業ながら本当惚れ惚れすんな。なあ、押せてるね。押せてるな。あれならもう打った瞬間はいオッケーって感じですね、アプローチで言ったらね。ね、プロの試合だったら、うん、ああ寄ったねみたいな。押せてるな。ジャモさんに褒められるパターンだな。うわーんつって。うなられるやつ。わーんって言われるやつだな。よこだな、あれ、切ってるだけだ。押せてないよ。うん、お前のあれ、切ってるだけだ。あ、チョップスイング。慎吾ぐらい押していかないと。押すって大事ですよね。あ、そうですか。それは嬉しい。スタンスもえらい前よりオープンじゃなくなってる。ああ。やっぱオープンですね。やっぱみんなオープンじゃないかな、今。え、それがスクエアになった。はい、だいぶスクエアにしました。カットで打つ人、まあ、ほとんどいなくなりましたね。早い。まだあるよ。うん。だいぶできてきたぞ。もうちょっと時間かかるかと思った。久々にやるんで。神の息になってきた、もう。慎吾のできてきたぞってのはすごいレベルだよな。いや、結構できてきた。早い。
うわぁ !100 点。今日一。今日一か、今日一と、と出たよ。取れました？え、あ、うん。ちょっと待って、見る？多分今日一です。ちょっと待って、今の。よき。よき。うん。良きです。良きだね、良き。ふぅ、押せてるな。ああ、気持ちいい。押せてるな。気持ちいい。